さて今夜の挑戦者は元プロレスラーの柿原雅人さんです柿原さんは1972年愛媛県のご出身45歳身長は1 7 9センチ体重は7 0キロ 1989年に高校を中退して第2次 UWF に入門翌年にデビュー UWF 分裂後は UWF インターナショナルキングダム全日本プロレスプロレスリングの新日本プロレスと様々な団体を渡り歩いてこられました首の怪我によりまして2006年に現役を引退後はクワガタのレスリングミヤマ仮面として活動をされています2014年に悪性リンパ腫に感染していることを公表したものの回復を見せ今年の8月にはリン リング復帰を宣言されたばかりです流れてきたのは尾崎豊のレガリテートでございますがこの曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう元プロレスラーの柿原雅人さんですようこそこんばんはよろしくお願いします いや影らさん、今日はね、ミヤ仮面じゃなくて、素顔で登場となりました。恥ずかしくてですね、ちょっと本当に。大丈夫ですよ、顔写ってませんから、大丈夫ですから。娘さんがちょうど1年ぐらい前ですかね、公開録音でお世話になりまして、同じようにこの曲で入場してまいりましたよ。そうですか いやーすいませんなんかご迷惑おかけしたんじゃないですかいやいやいやもう盛り上げて大丈夫ですか腕相撲強いんですよねそうなんですけどね山崎和夫さんと腕相撲対決やりましてえ山崎さんとそうなんですよ私は自信ありますって言う頃じゃあ山崎さんとやってくれっ,って何をやってんですか腕 <laughs> 粘ったんですけど最後山崎さんが思い切りバーンと叩きつけていやまそそうでしょうけどねよく山崎さんも受けてくれましたねあんな小娘相手にいやいやいや山崎さんでもそこはやっぱプロレスラーのね意地というか負けるいやそこでね女の子相手1個ああ負けちゃったっていうパターンもあるじゃないですか山崎さんやっぱレスラーですねなめられちゃいけないっていう最後はもう叩きつけてましたよ山崎さんに挑戦しようと思ったのはうちの娘がいたんですか

どうでしょうかね <laughs> えー、まあそんなねアイドルのお父さんでもありますけどもかけらさんの長いキャリアの中でやっぱりあの、はい、中心になるのが UWF だと思うんですよねはいこの UWF っていうのがまあその僕もかけらさんと世代一緒ですから、はい、あそうですねの蔵の世代はまあやっぱり新しいものに見えましたよね、はい、そうですね、えー、もう革新的というかなんですかね何がかっこよいかですかやっぱキックですか そうですねキックですとかね、やっぱりね。で、これやりたいとはい思って、で、まあ、高校に入るんだけど、高校を中退して、u w m 入るんですよね、そうなんですよ、これね、僕、あの本当にあの中学の時にガルイベン少年で、その入った高校っていうのは、もう進学校なんですよ、バリバリの。あの新浜西高校でそうなんなんですよ、もう苦労して入ったんですよね。 一応もう中学1年の時にですねもう夜中の2時3時まで勉強しましたから中1であそうなんすかはいもうガリ勉で塾も行ってじゃあもう結構学年でもトップクラスの成績でまあまあまああのそうね点取り虫というかまあ頭良くないんですけどもまあ勉強やった分だけまあまあそれだけの結果は出てましたんでそんな感じだったんですけどももう UW のだんだんとりこになってきてだからもう中2の終わりとか中3ぐらいでもううん 心はちょっとにき始めたんですねただやっぱり周りはねそんだけままああ優秀ならここね行かないのおかしいということになりますもんねはいでまあそれは逃げてんじゃないかって言われ始めていやいや逃げてるわけじゃないんだよということだったんですけどもそこで押し問答して「一応分かった」って受けるよっていうことでまあまあ一応受けて合格はしたんですけどももうでもここに心 ここにというう早くそ僕でもねそういう話大好きなんですよ佐山さんも高校中退して新日プロレス入ってんですよねで船木選手も中学出てで15歳デビューしてますねですよねで高田さんも確か高校中退じゃないですかあの人たちそう佐山さん高田さん船木さんのあのストーリー僕結構好きなんですよ待てない 大人はみんな待って待って待ってっていうってって言いますね。は三年間高校やってたおがいて、そのとりあえずってよくわかんないですよ。でもそれが待てない人たちってかけらさんもそれなんですよね。もうなんです。もう全然我慢ね。でも揉めたでしょ、相めちゃめちゃ揉めましたね。もうまあもちろんあのうち片親だったんですけども母親はもう泣いてましたよね。でまあ他人の先生なんかもまああのうちに来て説得するんですけど。 部屋の片隅にシュープロがあるんですが、泣けつきましたからね、こんな読んでるから、おめえやめるとか言うんだよみたいな、もう先生も熱くなっちゃって、でもそれでも僕はもう、もう手応えも動かないわけですよ、絶対入るもう絶対僕はもう、UW 入るから、もうやめると、だかプロレスラーというよりも、とにかく UWF っていうのがやっぱり、UWF そうですね。 でねこれ面白い面白いというかこれすごい僕はぶっ飛んでるのがああののまそ進学校に入って一応まあ部活に入れってことになってあの柔道部に入ったんですよまあ進学校の柔道部ってそんな強くなさそうじゃないですかそこで僕なんとぶん投げられてぶん投げられて腰の骨折ってるんですよあのこの大凸機っていうの2箇所ものすごい痛かったですね歩けなくてですね でおかしいなと思ってで学校行く前に病院行ったらあの腰の骨が二箇所折れてお医者さんもよくこんな状態で歩けるなってびっくりされるぐらい痛みに強いなっていう驚かれるぐらいな怪我だったんですよそれからもう寝たきりで1か月間コルセット巻いて骨がくっつくようにそんな生活になったんですよプロレスラーなる前にすでに大けがしてたんです大怪我してたんですよでねそれなのになのにね もうそのまあ隊員というかまあそのえコルセット外してねもう怪我治った直後に僕高校辞めてんですよはあ、い、そこであの普通はね、はいはい、いや俺もうこれ柔道部ぐらいでね怪我してるわけだから、ねはいはい、そうですよプロレスなんて無理だっていうそのレベルの低いねはいはいそれまあ高くはないですよね絶対ねえーえー、そうなんですそれで投げられて、えー まあ強い、弱いで言ったらまあまあ弱いですよね弱いどころか骨折してるって投げられてなかなか効かないですよね、柔道で投げられてもうその時点でもうやめたほうがいいよという周りは思いう思ますよね自分の中ではこれはね、もうもう中学の3年からもずっと UW 行きたいとかもうプロレス行きたいとそういう気持ちが高まってでもういやいや高校行ってていやいや柔道やってたからこんな大怪我したと。 だからつまり、その怪我したのはそういうもやもやした気持ちがこうそういうになっただけで、自分が弱いとこじゃなくて、そういう中途半端な気持ちでいるのがいけない、だからここはもすっぱりバーンとやめて、ふん切りついたそううそうそうなんですよ、この骨折がきっかけで、普通はそこでね、あれってね、不安になりますよね、俺大丈夫かなと、こんな体でプロ入ったら、もう殺されるんじゃないかと、思いますけど、僕は逆なんですよね。 歳いいいいいや怖怖もものの知知ららずずとこですよそれがいいじゃないですかやっぱ若さの勢いっていうかねでまあその過酷な入門テストをクリアして入るわけじゃないですかでもそのテストすらも受けるまでになかなか大変だったですよ高校も進学校やめて僕もすぐ入れるぐらいの気持ちを持ってたんですけどもまず UW に履歴書送っても返事が来ないわけですよだからもうそれこそもう学校も骨折して学校やめてからもう1年近く 何のチャンスもなかったんです。中ぶらりの状態です。だから周りは言いますよね。その、なんで、ここ在学中に送って、合格したらやめりゃよかったじゃん。なんでやめちゃったのって。 すましたねでもその時はもう何か行かなきゃいけないってあったんでのもう熱くなってるからかりますす俺ご UWM に熱狂してるわけですからもういても立って見られないわけですよもう骨折しても寝たきりでももううねウエストなんかもう女の子の手届くぐらいもうコルセットでガチガウにまめてるわけでしょもう中森きなぐらいウエストが細いわけなんですよそれ見ておばあちゃんがそんなんで慣れるわけないじゃないだろうっておばあちゃんもびっくりするぐらいこんなウエストで。 だけど僕はもう今行かなきゃみたいな感じでもうそんな状態ですよねなんか取りつかれてんじゃないかっていうぐらいねえでもそういう時期ってありますよやっぱ重大の時ってこれだってなったらね,ねもうそれだになっちゃうんですよ <laughs> そうですよね,ね他のこと全然,が入ない全然見そうなんですよね、はい、だけどもそれでどんどん時はねた、はい、っていって、はい、でまあ僕もさすがに焦り始めて、はい、どうしたらいいんだろうっていうことで。はいはいはい もうこれは東京出るしかないってことで、うん、まあ、東京出て、まあ、新聞配達、うんはい、はい、下宿してっていうところに、え行くんですけども。うん、はい。この続けの話はもういらないですよね。いや、でも、これ、ちょっと壮大な話になら。に、はい、長い、長いんで、これ、もうね、ちょっと、まあ、これは、まだまあ、本を読んでください。<laughs> そうです。とか、本に書いてるかな。あ、はい。そうですね。ゆうの精神。ゆうの精神。はいこれを読んでください,っていう。あの、僕、聞きたいのが、スパーリングなんですよ。はい、そう。 ダブルで、やっぱスパーじゃないですか。さすが清野さん。いや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 。いや、もうね、ユーダブルイコールスパーリングですよ。でもうとにかく、そのや、っその本人もかかってますけどね。前田明さんと、当時七十キロぐらいのかけらさんが、スパーをやるっていう。今、これ格闘技的に言うと、めちゃくちゃじゃないですか。めちですよね。三十、三十キロ、四十キロの。体重差で。をやるってまあ、普通成立しませんよね。でも、いいんですか、それは。それはスパーリングなんですよ。 それでねもう全くく格闘技のド素人ですよそれをもうね、体中の関節をぐちゃぐちゃにしてくるんですよねであのラッパつってあの抑え込んで鼻と口を塞ぐわけですよねお腹で塞ぐでもう体重がもう三十キロ四十キロ違うわけじゃないですかもう返しようがないですよねだからあの溺れた状態ですよあの海とかであの経験ありますかね皆さんあのね 溺れそうになったことってありますよね。苦しいっていってはありますよね、やさん。ああいう状態がそれこそ30分、1時間続くわけなんですよ。絶望ですよね。いや、それはね、むちゃくちゃですよね。だからもうみんな夜逃げするわけですよ。3日も持たないわけですよ。どういう状態でそもそも始めるんですか立ったまま始めるんですかそうですね、スタンディングの状態から。僕らから攻めてね、タックルいくんですけど、バーン潰されて、あとは上に乗られて。 覚えてない感じで、もうあれですね、溺れた状態が延々と続くわけですよ。とりあえずやっぱりタックルからまず入るんですかそうですね、何かこちらから、こう、しとか、足とか、バットとか、そうね、タックルのやり方っていうのを教えてくれるんですか教えてくれないですね。えっ、じゃあ自己流で、自己流でまず、それは倒れませんよね、倒れ潰されるだけです。ですよね、あとはもう、乗られて、乗られてそこから30分、1時間続くんです これでねまあその最高工思われるだけでも辛いのにはい、はい、これ鈴木みのるさんとスパリングやるものなら、はい、これにもっとすごいのがついてくるんですよなんすか耳をですねこぶ<え>してグリ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 やられるんですよこれ肘をバチーンとくらったりねそうするとどうなるかというと、はい、耳の中に小さい毛細血管がありまして、はい、それが破裂するわけなんですよ、はい、そうすると耳自体がピンポンダウンみたいにビューッとプクーッと。 持ち相手にプラっと膨れ上がるさああはい。これがものすごく痛くてでこのままでほっといくとこの耳がブーっと重く垂れ下がってこ耳切れちゃいますからだからこそならないより子を注射器で抜くんです中の血をそれを何度か繰り返してるこういうカリフラワーイヤーというお耳ができるんですけどもかけらの身後に湧いてます湧いてますねみんな湧いてるんですかねやっぱりうん大体たい湧いてるんじゃないんですかねーだブレーザーみんなやっぱりな えー、それが固まるま半年ぐらいかかるんですよ<ー>もう半年間もう,もう本当にこう T シャツ脱ぐだけでも痛いんですよ耳触れると<ー>だからもう関節はだとか抑え込みだけでも辛いのに、えー、もう耳もまた加わって、はい、耳の痛さ<ー>これがもうど,どうしようもないぐらい辛かったですねあれでも鈴木さんそんなに湧いてなくないですかあそうですかパンパンに湧いてる印象があんまりないんですけどね、はい、ああそうですね、えー、確かそ,そうですね、えー 強かったんでもまあ高校の頃からずっとレスリング上になってしまえばいいんですよねそういうそういうことで結局ね担になるからわかはい未熟だってことで僕は両耳半いてます両方で1年耳に苦しみましたねそうですかいやほんにもう T シャツ脱ぐだけでも大変っていうシャワー浴びても痛いでしょ痛い痛い痛いですあともういののこ なんですかこうういイヤホンこれはできないですかね入らない入らないこれやったらぽろっと落ちちゃいます本当だまあまあまあでもねこれがレスラーの証拠というか寝技やってる証拠ですよねでもやがてその逃げ出すっていうか逃げ出すにはあの抜け出す自分でそのマスターするわけですよねまあそうですねあこの間まで決められてたのにあなんか決められなくなってきたぞっていう瞬間がやがてくるわけですよねそうですねはい これれはどうういタイミングで訪る自然と覚えていくんですかね、痛いこととか辛いことをやられてるんで、そこでいわゆるエビをするとかね、いろいろテクニックをね自然と覚えて、辛くない状態を自分で見つけていくわけなんですよ。ロローーーープププに逃れたらブレイクなんでですすかエススケはははし試合あるけどもパい関節決まって してもその体勢は外してくれますけど、またその瞬間に話してくれた瞬間にまた次のあのサブミッションに行くわけですよ。ああ、そこスタンドじゃないんです。スタンドじゃないですよ。もう一回寝たまま寝たままの状態で、もうまたグリ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 もう四五回あの形は変わるだけで関節を決められまくって、でまあちょっと気が済んだらまあまた立ったところからまたスタート始めて、もうそれはもう延々と。ああ、それはでも。 上の人にはなかなか絡まないですよね。みんな本気でやってくるんですか。いや、もちろん、そうでね。でも、その前田さんとかね、高田さんとかね、もう、もう、それなりの位置の方じゃないですか。そんな死んでし相手に。ね、本気で来るんです。あ、まあ、その本気という、なんでしょうね、その、まあ、力は、そうでね、二割三割でも。あの、まあ、僕ら、あれでしょうから、まあ、なんでしょうね、本気。 本気は本気だと思うんですけども、あのー、その100%はさ出さないでしょうねその<ー>、はい、出さなくても、もうそれこそ赤鎖の手をひねるように、ねえー、決まっていくわけですから、でその後輩が先輩に勝つってことはないんですか、えー、あでも、強くなってくればそういうこともありあると思いますけどね、鍵<る>、はい、原さんは先輩から1本取ったことはありますか、はい、えー、あでももう決められなくなく たぐらいからもあ逆にもなんですかね、えー、誘われなくなって、はい、だからそうですねだから決めるまでいかないぐらいですかね、はい、もう決めそうですね、えー、決める一歩手前ぐらいで決めれる一歩手前ぐらいでもう自然ともうなん先輩からこう声かけられなくなってくるというかね,は<ー>ね、まあ、卒業みたいな感じの<あ>はいって言いますよねやっぱそうなんですねそうそうそう,そうはい だから決めるまでではそうですねあとまあ自分の中でももう決めれそうでもちょっとこう遠慮しちゃうところもあるんじゃないですかねやっぱりこう先輩だからちょっと恥をかかしちゃいけないみたいなでも心の中でももうあるのがいってるぜみたいなのもあるわけですよね。それは例えばですよ、はいはい、高田さんから決められなくなったと、はい、これ高田さんから卒業なだけで、はい、その中野さんからはまだ卒業じゃないわけですねまあその選手によってはね。そのあののあああ相性もあるしなるほど その当時、やっぱり、誰が一番強かったですか。そうそういや、もう、よくスパーリングやってたのは、えー、まあ、船木さん。はいえー、安城さん、鈴木みのるさんという感じで、はい、この三人は、よくや、結構つけていただいて。めちゃくちゃ強かったですね。<ー>はい。その三人同士がやることってのはないんですか。ないんですね。それはない。それ,それはないんですよ。基本的に、先輩と後輩。そ,そ,そう、そう、はい。 先輩同士はやらないんです。やらなかったですね。はい。じ藤原さんと前田さんとかそういうのもないんですか。ないですね。あの高田さんと鈴杉見雄さんがやったのは何回か見たことあるぐらいですかね。ほー。そうやっぱり高田さんがやっぱり。高田さんが取ってましたね。アキレス腱かなんかで。はい。足関節もあり。はい。何でもありなんですか。何でもありです。チョークってどうなんですか。チョークもやりもありますね。スリッパ。はい。あの喉入れる。を入れますね。 じゃもう今の総合格闘技みたいなことですかチョークだって、試合でチョークはいいんでしたっけチョークいけないんですよねあれチョークダメですあれだって確かパンクラスで初めて解禁したから、あの時代を多分、イタリアの時は倒してはダメですよ。ダメですかねでもそれはスパーではもうガンガンやってた。スパではあったと思いますね。へそうですかな。いやもうすごい、やっぱそういう話興味ありますね。 もうボロトドキのね、ぐちゃぐちゃされましたね。藤原さんあっと。<あ>ここでゴングが鳴りました。結構ドッキリしますね、今ね。はい。かけらさん。はい、試合終了のゴムですよ。はい、えー、これもう。う終わり、終わりなんですよ。いや、これ。早いですね。<笑><笑>だから言ったんじゃないですか。始まる前に早いですよ。早い。早いんですよ。え、僕なんか喋りました。 まあ喋ってます？あまり中身のない話ばかりですいや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 。聞いてる方怒るんじゃないですか？いやどうせすいません。えもう何も重要な話何もしてないですよ。いや今延長コールがちょっと聞こえてまいりますけども、掛原さん。ああこれ時間切れドローの場合はですね。NWA ルールですから漫画側が200あ327回目の王座防衛に成功なんですよ。ええ。だってほら時間切れドロンの時はチャンピオンが防衛になるんですよ。 じゃ、この目の前にあるこの立派な、はい、このチャンピオンレーダー僕の問題ゃないということですね。そういうことなんです。えー、いやー、ほん、ね、とスロースターターだったですかね。今日は。いやそういうことですね。申し訳ございません。ダダダダダ我々が防衛ということなりましたけども、もまあせっかくですから、えー、ね。延長コールも聞こえますし、<い>延長戦を。この後、はい、やっていきますか？ ねえだって全日本プロレスの話も新日本プロレスの話もそうですよ全然出てないですもんねなあのプロレス入るまでのね本当ですよストーリーが結構なかったんで、もうまだ入り口というかねえいやこれはもううち合わせで踏み込んでないですよそうですねしとくべきでしたね本当ですよいや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 申し訳ございませんじゃあこの後延長戦取っていきましょうはいはい。じゃあせっかくですからちょっと影原さんあのラジオのリスナーにですね宣伝しておきましょうよ宣伝はいはい 例のあれですよ。であのー、あれですね。八、はい、月十四日に、ええー、コラーンホールで、うんえー、行います。カッキーライドという大会ですね。はいはい、はい。ええー、こちらを行いますので、私の。これカード発表してもいいんですよね。もちろんですよ。はい。えー、私が、えー、対戦する相手は、えー。藤原組長でございます。はい。シングル初対決。ええー、シング、そうですね。シングル。 あそうですねシングルは初対決ですね。以前、タッグでは一度だけやったことありますけども、シングル。というかですね、木村さん、これは試合じゃありません。スパーリングマッチなんと、さっき話に出たスパーリング。当時、スパーリングはやってたんですか、藤原さんとは。えそれがですね、藤原さんとは一度もないんですよ。全くなかった。なかったんですまあんまり道場来なかったっていう話で、すよたまに来られると、もう奪い合いですよね。田村さんだったり他の ね、選手が藤原さんとやるんで、はい、下っ端の僕はやらせてもらえなかったんですよ、<ー>だから僕にとってはその藤原さんとのスパーリングっていうのは、この UW の忘れ物なわけなんですよ、なるほどこれをね、なんとしてもやりたいと思って、まあ原点回帰の意味もあり、はい、この8月14日の夏季ライオでやろうということで、えーえー、お藤原さんにオーバーしたら、いいよと、お<ー>やろうぜと。から <laughs>、えー ついにしかもお客様目の前でそうですよどうなるかですよねですねやっぱりあのスタンドから始まってで押さえつけられてもタップしてもそのままの状態でまた始まるんですかねそうかもしれないですよね有楽な景色でそうですよね時間もまあ無制限とかね、かね藤原さんのさじ加減一つでねえ短いのか長いのか どういうルールでやるかも、もうね、まあ本当にスパリングですから、もう肘ありかもしれないしね、パンチも落とされるかもしれないし、何やられるかわかんないですよね、それがまあ道場のスパリングなんで、じゃあ道場では、なんていうんですか、浮か取りになって殴られたりとかもあったんですか先輩が機嫌悪いときは、正直そういう、まあそれに近いようなこともありました。ってことは、もうアルティメットみたいなことを、すでにやってたってことです。そうういことです早かったんよ そうなんそれをね、四十五歳でもう引退して十一年経ったね、十一年経ったね、この悪性リンパ腫の僕がやると、体重七十キロです。これみんな応援来るしかないじゃないですか。ですね。応援してくれないと僕これ大変なことになりますよ。いやもうこれ行くしかないでしょ。お願いします皆さん。はい。チケット絶賛発売中そうです。はい。僕僕がもう一枚一枚あのチケット手売りしてますから。あそうです。はい。

意味ですねこれはいやありがとうございますはいかキャラマサさんが復活するということですね。皆さんどうぞそれではかキャラマさんをお迎えしての延長戦でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますもうほんとねあっという間にねさっきは試合が時間過ぎ去りましたんであっという間でしたねねはい結構やっぱあのスパーリングの話が面白いですねやっぱりあのスパーリングでやってもそう命がけじゃないですかだって先輩本気でやってくるし自分も下手したらその動けないわけでしょで 終わりっていうのは誰が決めるんですか、はい、スパリングはい終わりいやもうその先輩ですよねその先輩が、ええええ、終わりっていうまでは、ええ、そ日によって違うんですか日によって違いますね早い日もあるんですか早い、まあ、早くてもまあ30分ぐらいですよねはい、はい、だから長いともうそこから40分50分それこそ1時間超える時もありましたよねだいつ終わるんだっていうぐらいもう本当にもう,、うん、もうボロボロですよねへえ相手が変わることあるんですか あえー、と変わるというかあ、そうですね、だから結局、先輩の方が数が多くて、新弟子なんて、どんどんやめていくから、はい、それこそ最後なんか、僕とふけさんしか、二人しかなかったんで、ええあの、そう、先輩の方が多いですから、ええ、当然、一、ね、回、先輩と終わった、やった後に、他の先輩でやるっていうこともありましたよねそうすると、もう一人目でボロボロじゃないですか、はい,はい。た人目なんてもう、はいはい、立ってられないですよねそれぐらいのこともありましたね。えー はあ、むちゃくちゃでしたもんはあでも中にはねやってるうちにちょっとこう、はいはい、まあなんでしょうねガンと先輩に例えばこうパンチなんかが当たっちゃってあ先輩が切れるみたいなこともあったりするわけですよねありますありますこれはよくありましたね、はあ、これ必死に逃げようとすると、ええ、その逃げようとしたあれで肘とかねちょっと顔に当たっちゃったりすることもあるんですよ、はい、そうしたらもう大変ですよねうわもう マウントから素手がるから振り下ろされますね。早すぎたマウントパンチが。パンチがそうですね。あの時まだグラウンドパンチっていう概念なかったですもんね。グレイシーが出てくる全然前ですからね。これ僕ね練習生の時もそうですけど選手になってやられたことが一度ありまして。 やられたことがあって、それがまあ藤原さんなんですよね、藤原組長。僕、名古屋で僕と高田さんが組んで、相手が藤原さん組長と藤波さんでタッでやったあのユインターと新日本の対抗戦の大体そのぐらいの時期ですね。その僕あ僕、組長にかかと落としやったら、それが見事に顔面に入って、組長の顔がちょっとおみさんみたいになったわけですよ。 たら、はい、まさかまさかのこう鉄拳が、はいはい、上からパンチがあのー、顎にグーで,グーで、はい顎に入ったら、はい、意識飛びませんかあ飛びます飛びますはいもちろんパーン飛ぶし<え>もう顎がグラグラになりましたねうわだからその,その試合後の、えー、打ち上げの焼肉で焼肉食べれなかったですもん<ー>もう本当に。 柔らかいもしかいでいやっぱ藤原さんの中でプチンっていうのがあったんだっお前何してくれてんねん」みたいなだから僕にとってねそういうトラウマがあるんで今回の組長とのねスパーリングマッチ何してくれるか分かんないっていうのもね非常に緊張感があるんですよこれね周りの人はね柿原さんも病気されててよくなったからちょっとこうご祝儀的な ものというふうに考えてる人もいるかもしれないしあるいはその藤原さんも病気されてたからまあそうは言ってもね藤原さんもやっぱり一時ほどのあれじゃないと思ってる人もいるかもしれないけどこれ決してそうじゃないってことそうじゃないですそれを証明したのは証明したというかこの間あの NEW コラーケン大会がありましてそこのロビーでばったり組所にあったわけなんですよで僕こう。 今度8月やるんで挨拶しようとした瞬間に頭を下げた瞬間に水落ちにパンチがガーンいや僕はもう本当に膝から崩れ落ちましたねあそうなんすか本当にこうえっっていうねと言やるぞって言ったんですよっていうかやってますよねまあだからまあ多分このそれ予告編で溝落ちパンチは予告編で8.14書き依頼とやるぞというような。 もう鳥肌立ちましたねいやもうこれもこれただではリングに降りられないなリングから降りられないなというすす、ね、そんな気をしましてこれ相手に藤原さんを選んだっていうのはかけらさんの選択ですか、はい、そうですそうですあのさっきもあの本編で話しましたけどもあ,<ー>あの要は UW の,忘れ,物のが忘れ物だったん とあとはまあその原点回帰というのとあともう一つあの僕あの業界に入るもうきっかけというかあのね3度目の正直で道場に行った時にまあそこに藤原組長がいらっしゃってそこでまああの背中に大根 せるというテストをやってもらったあれがきっかけでこの業界に入れたのでテスト受けられたってまあだからおうときっかけ作ってくださったのは藤原組長なんですよあの熱々の大根は聞いたことあるんですけどあれ乗せたのって藤原さん藤原さんだったんですかそうなんですええ3度目の正直でね行ったんですよねその時にもう三回見たから僕もあのねなかなか道場に入れずモジモジしてたら藤原組長が「おお入ってこい」ってで ちゃんこ食べろっていきなりちゃんこごこしそうになったんですね、はいはい、でそれをついたのが藤、えー、鈴木みのるさんなんですけど、はい、でこうちゃんこを食べてたら、はい、あ、食べ終わった後に僕が藤原組長に避けして入門したいんですって言ったら、はいはい よしわかった今からテストやってやるよ」T シャツ脱げ」って「筋肉見るのかな?」と思ってこう僕もちょっと胸張ってたら「バカ野郎お前背中見せろ」って「後ろだ」なんて言って「んでだろうなんか背中?」と思って「これ後輩筋でも見るのかな?」ょって僕もちょっとまた背中を力入れて後輩筋ぐっと膨らまして膨らましてしたらそしたらなぜかさっきまで食べてた鍋にの蓋をし始めてで火をつけてぐツぐツに始めて。 で、ええ、嫌な予感しますよね、はい、蓋取って、はい、そこから中から大根取り出して、はい、今からこれを背中に乗せるからな、はい、耐えたら入れてやるっていう、はい、<laughs> そうみたいなだ <laughs> けど当時ね石村さんだったんですね<う>それそうなんですよ 藤原さんも多分スポーツドリンクという名の何かね、飲まれてはいものですけ気持ちがいいものを飲んでたんでしょうね、だから本当にもう遊びというか、だったんでしょうねそれ、どれぐらい我慢したら許してもらたんですかそれ、あの、いや、僕の中ではものすごい長い時間のように感じたんですけどね、本当にあの大やけどしたわけなんですよ。そそうですよでも僕はもう、ここで暑いって言ったら入れてもらえないと思ったんで、もう全くノーリアクションでぐっと耐えたんですね。 リアクションなしでリアクションしなかったらもうぐっと<う>もう体中電流走るぐらいものすごいううつ伏せになるわけですよねいやうつぶせだの、まあ、こうなんていうんですかねこうちょっと腰をかかんだ状態でもう僕はもう絶対熱いって言ったらもう落とされると思ったんで、はい、そのテストにだからもう,もう全く熱いと言わずにぐっと耐えたんですよね大根1個だけですか 1>, 1個だけはい<ー>でそれを見て藤原さんがあのー、これ火通ってなかった ののかか、と思ったこれをちょっとその時の練習生の田村さん呼んで「おお田村来い」っつって「腕出せ」って僕の背中にのせた大根を田村さんに乗せたら田村さんが「ダチョウグラウンバリのリアクション」をやったんでけどそれ見て藤原さんが「ああこれ熱かったな根性あるな」ってことで「おお高田」って近くにいた高田さんに「このテストいつやるんだ」って言って。

克服してこれからまた熱く生きていくためのまあ本当のリスタートというかは藤原組長しかいないみたいなな,なるほどその話はよくできた話というかねつまり架橋らさんの人生のテストにおいてねテストをしてくれるのはいつも藤原さんっていうかそうなんだからね本当はだから僕,は僕3月の26日に桜庭選手とやろうとしたんですね、はいえーえー、新宿でね新宿はい、はい、中央公園でやるっつこれがこう雨で流れたもんね。えーえー やっぱりプロレスの神様、うん、違うぞと、かけ原、違うぞ、なるほど藤原組長だろうと<ー>いうことだったんでしょうね。よくできてる。もう下げたかったんですけど、ええ、なんかやっぱり原点回帰というか、ええええ、やっぱりこう、下、う、げ、ん、て通れないのかなみたいな感じで、<ー>やっぱり。

すすごいと思うんんですよこのなかそういうあの3つに分かれた時にじゃあそれで藤原さんについていこうっていうのはなかったんですか、はい、えー、っとですねあのー、あれなんですよ僕この人というよりも UWF というものをもう一度やるなら、はい、UW にがまあ僕ねあの高校も辞めてーー UW に熱狂して UW に入ったんではい、はい、僕はひ人というよりもこう、えー、UW に。 この3文字についていこうということだったんで、もう UWF 残ってるのは、UW インターだったからということですよね。ですよねまあでもそのあのね、UWF のあのに、全日本行ったりとか、新日本行ったりとかってありましたけど、それはまたまた全然違う世界だったんじゃないですか。そううですよねねなんかかも水とと油いまあ ネスタイルが違いますからだからかけらさん結構もう UWF でキャリア積んだ後にそういう世界に行って割とそのほら新人で行くならいいですけどある程度もうレスラーとして確立されたものがあるのにああいうとこに行ってまた一からみたいな結構きつかったんじゃないですか うんあでも、どこですかね、なんか、あのき,、まあ、きついのはきつかったんですけど、わくわく感の方が大きかったかもしれないですね。<ー>結構そういうのは平気なんですよね。<ー>今まで気づいたものをぶっ壊して、はいはい、また新しいものっていうのは、意外となんかでも、馬場さんにはよく怒られてたって話をそうですね、<ー>まあ、そうですね、あんまり楽しい思い出ではないんですけども、<ー>でも、まあ、その時にいろいろ厳しく教えてくださったからこそ、 まあね、その後、新日本でもスーパージュニア取れたりでもしたわけなんで、あえー、まあそういう意味ではやっぱり本当に馬場さんのおかげというか、なんかそういう UW 風的な動きっていうのは、やっぱり全然歓迎されなかったですか、はい、全日本では。うーん、そうですかね、馬場さんには。うーん、まあそんなところあったんでしょうかね。なんかあんまりレガースとか好きそうじゃないですもんね、馬場さんね。 というよりもこうやっぱり、えーまあ、プロレスは受け身なんだというところで、うん、まあどうしても UW ってこう攻めに走りがちなところがあって、はい、そこはやっぱりこうプロレスはまず受けだろうというところなんですけども、うん、その受けというのが受け身というかね、うん、受けっていうのはあんまりその当時の僕若い僕にはこう理解できなかったというか、うん、まあそこを言われてたと思うんですよね、うん、うんでもやっとそれがまあ、ね、だんだん後になってきて、うん、そうかというプロレスは、うん、あの受けが一番大事だという、うん、というのを あの分かるようにななったわけけんですけども<ー>ね<え>そうですよね、でも本当、プロレスってあの U‐ インターとかも UWF もそうですけど、いろいろ UWF ってね、はい、なんかいろいろ言われたりしますけど、外から、はいね、これは実は本当に僕はもうすごいことだと思ってて、はいあのー、やっぱりその中で何が起こるか分からないことっていうのは、いっぱいあるじゃないですか。はいいやーそうですはい でこれはね、普通のやっぱりスポーツみたいに止めてもらえないし、はいね、すごく大変なことをやってると思うんですよね。はい、ねだ身の危険があってもやらなきゃいけないし、そういうあのスリリングさっていうのはやっぱりあったんじゃないですかそうですすかそうね僕はあのー、歳19歳の時に、はいえー、初めてメインで後楽園で、あのー、ゲイラオブライトをやったとき、はいあのー、僕、前の晩に自分の母に電話してましたもんね。はい もう何かあっても、あの俺は全然、あのー、後悔しないから、えー。見たら、ちょっとそういう、ちょっと、明日どうなるかわかんないよみたいな感じのことを、こう。えー、あの母に、こう、つえたら覚えいたしますね。えー、お母さん、どんな反応でした?。いやー、もう、やっぱり、もう、あれですよ、もう、不安で不安で仕方ないという感じで。ですよね、きっと同点しますよね。えー、もう、ずっと、ずっ祈るから、祈るからね、みたいな感じで、まあ、それぐらい、まあ。あの、小林選手でしたよね。あの、そうでンジャーマンもうそうだし。えー、そうなんですよね。 すごい緊張感がありましたよね、やっぱりそれは試合に出てました、もんだから僕、それね、ンイ n だけじゃなくて、全日本に移ったあとも、ゲリラ・オブ・ラッド、タクでね、東京ドームで戦ったとき、それが彼の中で爆発したんでしょうね、僕は膝十字で、全十字ぶっちれられましたからね。 だからやっぱり少しでもそのねあの彼、ー、にこのなんていうかねきを見せたって自分が悪かったなと思ってはい、はい、うんだから本当にこのプロレスっていうのはね、はい、すごくこう緊張感の持ってやらないといけないなっていうところですよね全日本プロレスのリングでもそういうことあるそう,そういうこと向こうはもうやる気っていうか下級荒波にやってくるかわかんないなみ結構警戒してたんですよね。はいはい だから僕も上がるリンが違うから、ちょっと何かあの自分の中でえ少し隙ができてたんだと思うんですけど、ももうそこを疲れて、ぐいっと、見事にこのえことね前十字陣体嫌いしちゃって、あれ、欠場ですよね、そうですねどれぐらい休みましたっけ、その後あと。何ヶ月間か、あれですよね、だからもう、そのその試合の後立てなかったですから、もうブランブランで、え。ー プロレスは怖いんですよ。そうなんです。もう本当怖いんですよ。怖いんですよ。ね、はい。北尾さんだって、一発でやられたわけじゃないですか。そうですよね。あれだってね。そうです。もうそれは、高田さん的に言うともう勝ちは勝ちですもんね。いやそういうことです。はい。向こうは多分引き分けに持っていくっていうのがあったんだと思うんですけど、いや関係ないですよね。当たってしまったらおしまいと。そうす。まあそれが UW なんですよ。そうなんです。はい。 えー、U. W. F. とは一体何なのかって、最近いろいろ話題になってますけど、も今のがすべてだと思います。あ、はい、はい。かけらさんの考える U. W. F. というのを聞けてよかったです。はい。はいありがとうございます。という感じで、えー、今日いろいろお話伺いましたが、そろそろお時間でございます。かけら正人さん、お迎えしての延長戦でございました。ありがとうございました。はい